ですね、開店して30分経ったらお客さん満員、ざっとね30人ぐらいおったで、食べ放題、なんかテレビで紹介されたかな、なんかこれもサービスしてくれたしね、これありがとうございます。で、台湾ラーメンと豚角煮とじゃあ超大盛り多すぎだろこれ、多すぎ、小一だろ、辛そう、大盛りにした、うわ、あ、こぼれこぼれこぼれちゃうじゃんこれ、こぼれちゃう、わあこぼれちゃう前に一つちょっと味見、
お腹いっぱいだ。これ息子にあげる。